カンニングした時の脅し方、異常な先生。不正行為に関してだけど、まあ不正行為した場合はもう即刻外出てもらって、でも全教科、もう0点無効という形。うん、今のこの時期にそれってきついじゃんって話よな。でまあそれっぽいようなね、疑われるようなこともすんなよっていう話で、結構前だけれども、実際にそういう生徒いました。全部0点になりました。定額になりました。もう学校からもね、いろんなね、こう援助みたいなこともできませんよってことで、うん、そいつすげえ大変だったんで、うん、そういうことないようにね。以外テスト中裏に授業の感想書いてねって必ず言う先生。何か質問とかがなければ、はい、大丈夫そうですね。あと1点だけ、課上書の裏にですね、日頃の授業の、感想だったり、こうしてほしいよなんて要望とか、何でもいいのでできるだけ書いてほしいなと思ってます。時間が余った方だけで、構いませんので、よかったらね、書いてください。じゃあ最後までしっかり問題文を読んで、頑張ってください。失礼します。